それじゃ始めます。よし、今までの経験を頭で繰り返しながら本気で挑んでこい。わっ、なんとかいい感じに戦えたってばよ。どう、カカシ先生。正直ここまでできるとは思ってなかった。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。じゃあ。ああ、完成はもうすぐってところだろう。おっしゃー、まったく大したやつだよ。カカシさん。出雲？連絡があります。どうした？サルトビアスマさんが亡くなりました。アスマ先生が？詳細は五代目から話されるそうです。皆さんは屋敷の方へお願いします。それでは。なんでどうしてアスマ先生が？カカシ先輩。ああ、とにかく五代目の元に急ごう。Thank you.
捕まる。ナルトか。あのさ、悪い、俺ちょっと用事があってな。話はまた今度だ。用事？カカシ先輩。ああ、ああ、ようやく解放がよ。たく、ニビの封印とか後からでもいいだろうに。おかげで邪神様の逃げを逃がしちまったじゃねえか。なあ、カグズ。なんとか言えよ。気合い切れん。さっさと木の葉に向かうぞ。おいおい、だいたいそんなに逃げが欲しいのであれば、木の葉で好きなだけ狩れば済むこと。おお、そういやそうだな。あの無神論者どもに邪神教を知らしめてやるぜ。熱心なことだ。
準備できた？行くよ、鹿丸。ああ。待て！どこへ行く気だ？まだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成して、これから暁の討伐に向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さん！アスマは死んだ。今のお前らは三人きりだ。正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気か？お前らしくもない。犬死にしたいのか？俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもりなんて毛頭ないっす。ただ。ただなんだ？このまま逃げて、筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。成長しろ。忍びには死がついて回る。時には受け入れがたい死もある。しかし、それを乗り越えねば先はない。現実を見ろ。お前らは三人だ。正体は四人いればいいんですよね。カカシ。第10班には俺が隊長として同行します。それでどうですかね。お前。止めたところでこいつら行っちゃいますよ。だったら俺がついていけば監視役にもなりますし。しかし。なに、無茶はさせませんか。気にしろ。どうも。ナルトの方はいいんすか。なーに、俺はもうあいつにとっちゃ用済みだ。ま、それに今は別の隊長もついてるしな。さて、それじゃ第10班出発しますか。じゃあ先生、加賀先生。
俺の計算じゃこの先で奴らと遭遇する可能性が高い。いよいよね。これからの作戦を説明する。みんなしっかり覚えておいてくれ。わかった。なるほどな、了解した。激しい戦いになる。みんな気を抜くなよ。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ、近いな。暴れて暴れて暴れまくって、邪神様の素晴らしさを骨の髄まで教えてやるぜ。暴れるのはいいが、人中力のことを忘れるんじゃないぞ。おっと、そうだったそうだった。まずはそいつをぶっ潰さねえとね。で
デイダラの話だとなかなかの強さらしい。油断するんじゃないぞ。気にしすぎなんじゃねえの。つか俺に勝てるやつなんているわけねえし。その油断がいつか命取りになる。また言うのかよ、それ。とにかく油断はするな。人中力以外にも木の葉の忍びはなかなかの粒ぞろいなのだからな。ゾクゾクするぜ。しかして弔い合戦のつもりか。しかもたった一人で。バカじゃねえの。てめえなんかが勝てると思ってんのかよ。気をつけろ、ヒダン。あいつ何か策があるよ。策だ。んなもん関係ねえよ。弱いもんはくたばる。どうあがいてもな。やってみろ。言われなくてもな。今すぐにやってやるよ。アスマ、見ていてくれ。ジャシン様、見ててくださいよ。こんなやつ、あっという間にぶっ潰ししまいますから。使っとくか。まずは作戦成功だぜ。てめえ、ふん、このガキや。
よし。何がよしだ。俺とカクズを切り離しただけじゃねえか。お前の相方は俺の仲間が相手をする。援護は誰も来ねえぜ。なもんいらねえよ。てめえなんぞ、俺一人で十分お釣りが出るんだよ。カカシ先生、ジョージ、イノ、もう片方は頼んだ。こいつは俺の命に変えても必ず倒す。ヒダンをばらけさせたか。あの小僧なかなかやる。そして俺の相手はお前たちが務めるわけか。そういうことだ。1対3。この判断は正しいぞ。何せこの俺は強いからな。このハッカ、お前らの額当てを見ると、一番最初に戦った木の葉の忍びを思い出す。あの初代ホカメをな。何？え、それじゃあ一体何歳なのこいつ。お前たちに昔話を聞かせてやってもいいが、あいにくとそんな暇はなくてな。さっさと決めさせてもらう。二人とも気を抜くな。少しでも気を抜くとやられるぞ。気を抜かずとも結果は変わらん。お前たちは今日ここで終わる。後ろだよ。
終わった。よし、すぐに鹿丸の応援に向かうぞ。はい。残念だが、そううまくはいかん。だがここまでやるとは思わなかった。さすがは木の葉の忍び。そんな手応えはあったはずなのに、なんで普通に動けるの？本当の不死か？いや、それは少々違うな。俺は5つの心臓をストックしていてな、それらを全て潰さぬ限り倒れんのだ。なぜそれを教えるか分かるか？これを教えたところでお前たちと俺の差は埋まらないから。いかんともしがたい圧倒的な力の差はな。さて、そろそろ刈り取らせてもらう。貴様らの命。だいぶ修行も終わりに近づいてきたな。もう一度やってみるってばよ。いや、そこまでにしておけ。ばあちゃん？どうしたのですか？わざわざこんなところにまで。うん、実はお前たちに任務を持ってきた。任務？しかし、僕たちの任務は代わりにサクラたちが。
今回の任務はお前たちと。俺がどういう。詳しく聞いてみる必要がありそうですね。じゃあ、鹿丸たちが暁のとこに。ああ、そこでお前たちには、奴らの援護に回ってもらいたいけるか。Thank you.
任せといてくれ。よし、それで。はい。